お兄さんはルナのこと好き？ルナはお兄さんのこと好き？だから嫌いにならないでね。ルナね、サンドイッチ好きなんだ。お兄さんは好き？ルナ、お外は好きじゃないんだ。みんな一人じゃなくて、ルナだけ一人だから。お兄さんは何が好き？ルナはお人形さんと、サンドイッチと、あとお兄さん。パパとママみたいになれたら、きっと楽しいと思うんだ。だから待っててね、お兄さん。ルナ、もっと大きくなるよ。お料理もできるようになるよ。ルナ、いい子？ルナ、お友達が欲しいんだ。寂しいのは嫌いだもん。ルナ、優しい人好きだな。お兄さんは優しいね。パパとママはここにいるよ。でも、喋ってくれないんだ。寂しいの。お兄さんの手ってあったかい。ルナの手、冷たい？もっとギュッてしたらあったかくなるかな。なんで逃げるの？あなた、誰？知らない人。ルナ、お兄さん、何しに来たの？ルナ、知らない人、嫌い。魔物？ルナ、魔物嫌い？お友達になってくれないし、逃げるから。ルナ、お友達が欲しいの。だって、寂しいから。でも、みんな逃げるの。どうして？別にいいよ。でも、その代わり、ルナのお友達になってくれる？本当？やったー！じゃあ、絶対逃げないでね。なんで、なんで死んでくれないの？お兄さんも嘘つきだ。魔物と一緒だ。もういい！お兄さんなんか嫌い！そこのお方、あの森に入ったんだね。女の子を見なかったかい？まだ幼い。ああ、そうかい。あの子にひどいことをされただろう。許してやっとくれ。あの子はまだ何も知らないんだ。何もね。悪いのはあたしなのさ。あたしがこの森で起こしたことが。ああ、いけないね。年寄りの昔話なんて聞きたくないだろう。悪いね。とにかく、ここには近づかない方がいいよ。危ないからね。
また来たのかい。来るなと言ったろうに。いや、悪いね。私が間違ってたよ。歳を取ると偏屈になっていけないね。本当はあんたに聞いてほしかったのさ。あの子と私のことをね。悪いけど長話に付き合ってくれるかい。ありがとうね。楽しい話じゃないよ。それどころかどうしようもない話さ。私はね、あの子の親を殺しちまったんだよ。どれくらい前のことだったかね。あの子とあの子の両親がこの森に越してきたんだよ。森の奥に立派な洋館を建ててね、どこかの貴族なんじゃないかって噂されててね。いい人たちだったよ。私らと会った時にもいろいろしてくれてね。けどね、ある夜魔物が突然暴れ出してね、洋館を襲ったんだ。私はね、たまたま近くにいてそれを見てたんだ。茂みに隠れて震えながらね、腰が抜けて立てなかったんだ。助けを呼びに行けばよかったんだよ。よかったのに。私が動けるようになった時には何もかもが遅かった。あの子だけはね、奇跡的に助かったみたいだけど、あの子の親は助からなかった。その日からあの子は一人さ。情けないよ。歳を取ることがね、こんなに情けないとは思わなかったよ。浅ましいもんだよ。私はきっとそう言ってくれる人を待ってたんだ。だから悪くないとは思えないよ。とてもじゃないが思えないさ。あの子はあんたのことを気に入ってるみたいだ。あの子のことよろしく頼むよ。嫌い。お友達になってくれるって言ったのに、みんな逃げるから嫌い。変なこと言わないで。お友達になるためだもん。ずっとずっとお友達になるためだもん。知らないの？死んだらずっと一緒なんだよ。パパとママが言ってたんだよ。帰ってよ。嘘ばっかり。どうしてみんなルナに嘘つくの？ルナただみんなと遊びたいだけなのに。そんなにルナと遊びたいの？どうして？よくわかんない。でもいいよ、遊んであげても。かくれんぼ、かくれんぼして。うん、じゃあルナが隠れるね。見つけられないよ、ルナ上手だもん。目つぶってね。行くよ。
すごいすごい。あのね、後ろにね、ついていけばね、見つからないって思ったんだ。でも見つかっちゃった。すごいねお兄さん。じゃあ今度はルナの番だよ。お兄さんが隠れてね。はあ、楽しかった。ねえねえ、次は。そうなの？別にいいよルナ。サンドイッチ食べないといけないし、ご飯だから寂しくないし。でもまた遊んでくれる？うん、約束だからね。ルナ待ってるからね。お兄さんだ。ねえ、遊びに来たの？あのね、ルナはね、さっきまでね、ここで遊んでたの。それで、今からご飯。お兄さんはご飯食べる？サンドイッチ。うん。じゃあ、半分あげるね。食べていいよ。違うよ。いつもね、お家のドアの前に置いてあるんだ。ルナね、知ってるよ。おばあちゃんがね、置いていってくれてるの。この前ね、窓から見たんだ。おばあちゃんね、ルナのこと嫌いなんだ。すぐどっか行っちゃうから。本当はルナ、一緒に遊びたいのに。でもね、ルナはこのサンドイッチ好き。ママのサンドイッチに似てるから。それに食べてる時寂しくないから。一人じゃないよ、パパとママがいるもん。今はおしゃべりしてくれないけど、ママはお料理上手なんだ。ルナもちょっとできるんだよ。お手伝いだけど。それでね、お出かけもしてくれるんだ。ルナ、あのね、パパとママとお出かけするの大好きなんだ。あのね、パパとママはね、ルナに言ってくれたんだ。死んでもルナとずっと一緒にいるよって。だからね、ずっと一緒なんだ。でも、パパとママはおしゃべりしてくれなくて、ルナ、寂しくて。だからお友達が欲しくて。でもお兄さんはなんで死んでくれないの？嘘だって、死んだらずっと一緒だってパパとママ言ってたもん。だからずっと一緒なんだよ。おばあちゃんだってお兄さんだってどっか行っちゃうかもしれないでしょ。もうサンドイッチもくれないかも。遊んでくれないかも。だけど死んだらずっと一緒だから、ルナずっと寂しくないよ。本当？ルナよくわかんないよ。でもお兄さんはずっとお友達なの？遊んでね。追いかけっこがいい。おや、あんたかい。その様子だとあの子とうまくやってるようだね。よかった、あんたがいてくれてほっとするよ。そうだよ、
私にできることなんてこれくらいだからね。せめてもの罪滅ぼしさ。パンなんていくら焼いたって何にも埋められやしないんだって分かっててもどうしてもね。あの子の両親に会ったろ。あの子はね、資料術師なんだ。あの子自身は気づいてないみたいだけどね。両親が死んだ時、多分あの子は自分の力を使ったのさ。それであんなことに。あの子にとって死は永遠なんだよ。そうなっちまったのは私のせいさ。悪いね。あの子はね、似てるんだ。私の孫にね、似てるんだよ。いやだね。年寄りは湿っぽくっていけないね。これからもあの子を頼むよ。また来てやっとくれ。
行こう行こう、ルナ、お兄ちゃんと同じのにするからね。お兄ちゃんとお揃いの、おいしいな。はぁ、ルナお腹いっぱい。ありがとうね、お兄ちゃん。ルナ、嬉しいな。はぁ、楽しかったな。ねえねえ、次は。お買い物？ルナ、お買い物も好きだよ。見てるだけでも楽しいもん。行こう、お兄ちゃん。あっちだよ。わあ、いっぱいあるよ、お兄ちゃん。お野菜って綺麗だね。ルナ、トマトの色が好き。あ、缶詰だ。ルナね、あれが好きなんだよ。お兄ちゃん知ってた？お兄ちゃんが好きなのはこれ。そうでしょ。ルナがもっと大きくなったら、ルナがお兄ちゃんのご飯作るからね。ルナ、お兄ちゃんの好きなものいっぱい知ってるから。だから美味しいもの作れると思うんだ。今は包丁危ないからダメだけど、でもすぐに大きくなるから。そしたらまた一緒にお買い物してね、お兄ちゃん。はあ、楽しかったな。ねえねえ、次は。そっか、お家帰らないとだよね。ルナ平気だよ。お兄ちゃんとお外出るの楽しいな。また一緒にデートしてね、ルナと約束。絶対約束だよ。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。でもね、いつもとはちょっと違うの。今回の夢はあの子の願いをもとに作ったのよ。あの子があんたとお出かけしたいって願ってたから、こんな夢になったってわけ。目が覚めたらあんたもあの子も忘れちゃう夢だけど、でもきっと意味はあるんじゃない。ま、頑張んなさい。ってことで、またね。あれ、ルナ何してたの？なんか変。お兄ちゃん？え、お兄さんはお兄さんなのにね。ねえお兄さん、ルナ今度ならいいよ、町に出ても。でも知らない人があんまりいないといいな。だから夜ね、今度の夜だよ。ルナと約束。絶対約束だよ。お兄さん、ごめんなさい。ルナ準備してたんだ。いつもとちょっと違うよ。お兄さんわかる？違うよ、髪はいつもと同じ。もうお兄さんダメだよ。レディーの身だしなみには気づかないとってママも言ってたよ。違うもん、服はいつもと一緒だよ。もうお兄さんダメだよ。レディーの身だしなみには気づかないとってママも言ってたよ。でもパパもいつも気づかなかったな。だからママとルナ怒ってた。だから許してあげる。その代わりパパみたいに手つないでくれる？おっきいね、お兄さんの手。じゃあ行こう。少し怖いけど、でも楽しみだな。
ちに見えるの何？こっちは？あ、あそこにお花。ルナ、お花好きなんだ。ごめんなさい。なんかここ静かだね。どうしてかな。ルナ、静かなの寂しいんだ。だからね、あの森は好き。ガサガサピーピー聞こえるから。サンドイッチも美味しいし、だから好き。でもお兄さんと一緒だと静かなのも平気だね。この道も好きになるかも、お兄さんが一緒なら。着いた？痛いよ。みんな何してるのかな。ルナはね、いつもお家でね、お人形遊びしてる時間だよ。お人形はね、お友達じゃないけど。でもお人形とおしゃべりしてると少し寂しくないから。みんなお話ししてるね。ちょっとだけ聞こえる。うん、ルナ、どうして寂しくなっちゃったの？パパとママね、約束したんだよ。ルナと約束、お出かけする約束。でもね、今はもうルナと喋ってくれないんだ。お出かけももう行けないんだ。ルナだけだね。みんな明るいところでお話ししてるのに。でも本当に？お兄さんは優しいよ。でもそれってずっと？ずっとかな。あのね、ルナ、寂しい時お兄さんのこと思い出すんだ。どうしてかな。でもね、そうするとふふってなるの。それでぐっすり眠れるんだよ。お兄さんと遊んだこととかお話ししたこと思い出すんだ。でも起きて寂しくなるんだ。前よりもずっとお兄さんのせいだよ。お兄さんのせい。ルナ、本当は一人なの？お兄さんがいるから。うん、わかった。やっぱりお外は怖いな。寂しくなるし。お兄さん帰ろう。森の中なら少しだけ寂しくないよ。今日のサンドイッチもあるから。今日はどんなサンドイッチかな。また美味しいよね。おばあちゃんも一緒に食べればいいのにな。おばあちゃん、どうしてルナのこと嫌いなんだろう。聞いてみたいけど、おばあちゃん逃げちゃうな。どうしよう。帰ろ、お兄さん。サンドイッチのこと考えたらお腹空いちゃった。あれ、おばあちゃんだ。サンドイッチくれたのかな。ねえ。誰だい。ルナだよ。ルナとお兄さん。あんたたちかい。それ今日のサンドイッチ？あのね、ルナね。違うよ、私は。その悪いけど私は行くよ。あ、行っちゃった。やっぱりルナのこと嫌いなのかな。きっと嫌いだよ。だからルナじゃダメなんだ。お兄さんじゃないと。あのね、今日はもういいよ。ルナ平気だから。だからおばあちゃんのことを追いかけていいよ。ルナが追いかけると逃げちゃうから。ルナは絶対ここにいるから大丈夫だよ。追いかけたりしないから。ルナ
嘘つかないよ、いい子だもん。お兄さん、今日はありがとう。街はやっぱりちょっと怖かったけど、でもお兄さんとお出かけ楽しかったな。またね、お兄さん。ルナ、待ってるから。なんだい、わざわざ追ってきたのかい。心配かけちまったかね。こんなつもりじゃなかったんだけどさ、いざとなったら頭が真っ白になってね、合わせる顔なんてないんだよ。私は許されないことをしたんだ。優しい子なんだね、あの子は。けどね、私には優しくされる資格なんてないよ。私はあの子の両親を殺したんだ。何もせず見殺しにしたんだ。そうだろう。顔を合わせて謝ったって私が楽になるだけさ。だからこうするしかないんだよ。おばあちゃんがルナのパパとママを殺したの？お兄さんは知ってたの？ルナ、聞いたよ。あのおばあちゃんがルナのパパとママを殺したって言ってたよ。聞いたよ。なんで？本当なの？おばあちゃんはひどい人なの？でもサンドイッチは美味しかったよ。ルナ、わかんないよ。どうしたんだい、そんな顔して。まさかあの子に何か？そうだね、あんたの言う通りだよ。このまま逃げ続けてたって何にもならない。私だって分かってたんだ。分かっててもできなかった、ずっとね。私にできたことといえばパンを焼くことくらいさ。私一人だったらずっとこのままだったんだろうね。ずっと苦しみ続けて。あんたが背を押してくれたから前に進めるよ。だからありがとうね。どうなるかはわからないけど、あの子と話してみるよ。ちゃんと正面からあの子のところまで案内してくれるかい？悪いね、ありがとう。魔物かい？そんな、この辺りには現れないはずなのに。来ないでよ、来ないで。危ないよ。
事だったんだね。大丈夫？痛くない？ああ、ちょっとしたかすり傷だよ。助かったよ。あんたがいなかったら今頃は餌になってるところだった。ごめんなさい、ルナ。ぼーっとしてて上手に力使えなくてごめんなさい。悪いのはあんたじゃないよ、あたしさ。なあ、聞いてくれ、お嬢ちゃん。あたしなんだよ。あたしがあんたの両親を殺したんだ。あたしがもっとしっかりしてりゃ助けを呼べたんだ。そうしたらあんたの両親は助かったかもしれないんだ。あたしのせいなんだよ。許してくれなんて言えないさ。だけど、だけど、ごめんよ、ごめんよ。ルナ、わかんないよ。パパとママが死んだ時のこと覚えてないもん。ルナ、怖くてやめてって思って。そしたらルナ、覚えてない、何も。でもおばあちゃんのサンドイッチは覚えてるよ。おいしいよ。おばあちゃんがルナのこと助けてくれたことも覚えてるよ。だから、だから、よくわかんないけど、いいよ。だって、ルナ、おばあちゃんと遊びたい。おばあちゃんも、寂しいんでしょ？ルナ、知ってるよ。ごめんよ。ごめんよ。私にはね、孫がいたんだ。あんたくらいの孫さ。けどね、けどある日魔物に襲われて。だからその日から私は魔物が怖くて怖くてね。ごめんよ、ごめんよ。大丈夫だよ。死んでも一緒だってパパとママが言ってたもん。だから大丈夫、大丈夫だよ。お兄さん、ありがとう。ルナ、おばあちゃんと仲良しになれたよ。お兄さんのおかげだね。パパとママが死んじゃったのは悲しいよ。でもおばあちゃんは悪くない。誰も悪くないよ。誰かが悪いなんて悲しいもん。ルナね、パパとママが死んじゃって誰もルナと話してくれないって思ってた、寂しいって。でもおばあちゃんはルナのことを心配してたんだね。ルナのこと見てくれてた。お兄さんもルナの手握ってくれた。あったかかった。パパとママはいないけどルナは一人じゃないんだね。ルナ、知らなかった。ごめんなさい。ありがとう。ルナ、いい子だから。わがまま言わないんだ。でも、少し悪い子になってもいい？今度、お兄さんとお出かけしたい。悪い子になって、お出かけしたい。ありがとう。お兄さん。うん、お兄さん、ルナと、ルナと海に行こうよ。おばあちゃん、行ってきます。はいはい、行ってらっしゃい。サンドイッチありがとう。はいはい。朝起こしてくれてありがとう。それからそれから。ご
ほら、あんたふざけてるね。だって今日は悪い子だもんね、お兄さん。まったく、気をつけるんだよ、あんたもね。行ってきます。なんか眩しいね、お兄さん。お昼にお外出るの、ルナ久しぶりだな。変な感じ。ルナね、眩しいの嫌いじゃないよ、今は。ほら、お兄さん、早く行こう。わあ、お兄さん、見て、すっごい大きいよ。それに、キラキラしてる。わあ、砂、ふかふかしてるよ。なんでかな。楽しいな、海ってすごいな。来てるの？面白いね。ねえ、お兄さんもこっち来て、一緒に遊ぼうよ。お兄さん、びしょびしょだね。うん、ルナもびしょびしょ、楽しいね。楽しいな、パパとママとね。約束してたんだ、ルナが大きくなったら海に連れてってくれるって。ルナね、いっぱいご飯食べたんだよ、大きくなりたくって。パパとママはね、もうおしゃべりできないけど、でもパパとママもきっと楽しいよね。うん、きっと。あのね、お兄さん、ルナまだよくわかんないんだ。パパとママが死んじゃったこと、パパとママがおしゃべりしてくれないこと、お友達のこと、わかんない。でもね、パパとママがおしゃべりしてくれなくても、ルナは一人じゃないよね。ルナはもう寂しくないよ。明るいお外も怖くないよ。ルナ、いい子にするよ。でも、お兄さん、今日だけルナは悪い子なんだよ。約束したもん。だから、ルナのお願い、聞いて。あのね、ルナ、パパとママみたいになりたいんだ。そうすれば生きてても、死んじゃったって、ずっと一緒だもん。そしたらずっと、寂しくないよね。お出かけしてニコニコして、ご飯も一緒に食べて、ルナがお出かけするときちょっと違うのに気づかなくって、でもずっと楽しくって。ルナ、パパとママみたいになりたい。そうすればね、きっとパパとママも笑ってくれる気がするんだ。だからね、お兄さん、お兄さんは、ルナの生きてるお友達。ルナの大切なお友達。でも、ルナが大きくなったら、ルナがいい子でいたら、お兄さん、ルナの手をギュッて握ってね。ルナと一緒に家族になってね。ね、さっきまでおばあちゃんと一緒だったんだ。お人形さんで遊んでたんだよ。お兄さんもお人形さん好き？ルナは大好き。あ、ね、それから、やっぱりダメ、美味しくなかったもん。ルナ、ママみたいになれないのかな。いや、眩しいよ。
兄ちゃん。もうお兄ちゃんってば、いつまで寝てるの？早くしないと冷めちゃうよ。何がって、もうお兄ちゃんは寝ぼすけさんだよ。朝ごはんルナが作ったんだよ。ほら早くこっち。わかったわ。一回ほらお兄ちゃん見て、おいしいでしょ。おいしそうってこと。じゃあいただきます。どうお兄ちゃん、おいしくできてるかな。あのね、お魚はね、頑張って焼いたんだよ。ご飯も一生懸命炊いたの。ルナ、まだ包丁危ないから、あんまり作れるものなかったんだけど。でも、うまくできたかも。本当？よかった。本当はね、いっぱい失敗しちゃったんだ。お魚もね、焦がしちゃったのもあるの。でも、お兄ちゃんに美味しいって言ってもらえるかなって、頑張ったんだ。うん。でも、お料理だけじゃダメだもん。お兄ちゃんはお寝坊さんだし、ちゃんと起こせるようにならないと。あと、お兄ちゃん忘れん坊さんだから、ルナがもっとしっかりしないといけないんだよ。だからお嫁さんになるのはルナがもっと大きくなったらだよ。大きくなったらだからね、お兄ちゃん。うん、もっといい子になったらもっと大きくなれるかな。そしたらね、ルナがずっとお世話してあげるからね。今はまだルナはちっちゃいけど、大きくなったらルナとお兄ちゃんはずっと一緒だよ。大きくなったらだからね、お兄ちゃん。はい、お疲れ。いい夢だったんじゃない？けなげよね、ルナちゃんってば。女の子が料理するのってすっごく大事件なのよ。ましてや好きな相手に食べてもらうんだもん。そこのところ分かっておきなさいよ。ま、あんたは何でも美味しいって食べるタイプだし、大丈夫かしら。でも、心を込めて美味しいって言いなさいよね。ってことで、そろそろ起きなさい。いい夢見れたでしょ。あれ？ルナ、なんで、ルナ、お兄さんにご飯作ってた？それで、お兄さん、美味しいって、あのね、ルナ、おばあちゃんにお料理習ったんだ。ママみたいになりたいなって思ったから。それでね、サンドイッチ作ったの。でも、おばあちゃんみたいに上手にできなかったんだ。だけど、お兄さん、食べてくれる？本当？じゃあ、はい、ルナのサンドイッチどうぞ。やったー、お兄さんに褒められたよ。あのね、お兄さん、ルナもっと頑張るからね。お料理もお洗濯もいろいろだから、ルナがいい子にしてたらもっと褒めてね。約束だよ。ルナね、サンドイッチ好きなんだ。お兄さんは好き？ルナは一人じゃないよ。ルナはルナだよ。寂しいのは嫌い。優しいのが好き。あなたはルナのお友達？それともルナの。
じゃないよ。ルナ、嘘つく人嫌い。でもお兄さんは優しいの？だったらルナと遊んでもいいよ。あのね、ルナね、サンドイッチ好きなんだ。お兄さんにもあげようかな。おいしいよ、食べようよ。ルナ、お外に出るの怖いんだ。お外は怖いから。でもお兄さんは優しいよ。手もあったかいし。ルナ、お兄さんと一緒ならいいよ。でもちゃんと手握っててね。お兄さんとお出かけ楽しみだな。ルナのこと一人にしないでね。ルナ、わかんないよ、怖いよ。でも今はお兄さんがいるから平気だよ。ルナ、海に行ってみたいんだ。パパとママと約束してたから。だからお兄さん、ルナを海に連れてってね。パパとママは喋ってくれなくて、森の中はとっても静かで。でもルナは寂しくないよ、お兄さんがいてくれるから。ルナ、早く大きくなるからね。だからお兄さん、ルナと一緒に家族になってね。平和のために。引かぬと言うなら暴れるぜ。顔は消しましょ。はっ、きれい。テンション爆上げじゃ。見つけておくれよ。楽しいな。くらいやがれ。ルナと遊ぼうよ。やっちゃうよ、ファントムハール。すごいにゃ、覚悟するにゃ。負けられないんだ。えい。見回り継続やね。引かぬと言うなら暴れるぜ。それでルナのお友達。おりゃ、テンション爆上げじゃ。見といておくれよ。引かぬと言うなら。そうね。
と遊ぼうよ。やっちゃうよ、ファントムホール。あと一息だ。食らうがいい。暴れるぜ。テンション爆上げにゃ。本は貸しましょ。受けてみろ。えい、悪く思うな。覚悟しろよ。引かぬと言うなら。アブレルナの仲間達、気を引き締めるにゃ。引かぬと言うなら。暴れるぜ。本は貸しましょ。ルナと遊ぼうよ。やっちゃうよ、ファントムホール。よくやったね。テンション爆上げにゃ。見といておくれよ。覚悟しろよ。あたしが遊んであげるにゃ。これでルナのお友達。暴れるぜ。おお、貸しましょ。そうね、食らうがいい。楽しいな。見といておくれよ。やあ、これでルナのお友達。ルナと遊ぼうよ。やっちゃうよ、ファントムホール。よくやったね、負けられないんだ。また強い一撃にゃ。この鎧は伊達ではないぞ。知らない人怖いな。ルナね、お昼寝したいかも。あったかいね。ここ好きだよ、みんな優しいから。かわいい。お兄さん、今日は何して遊ぶの？お部屋大きいね。ルナね、お昼寝したいかも。なんか寂しいな。ルナ、これ好きだな。ルナね、お昼寝したいかも。ルナ、これ好きだな。あのね、お料理教えてほしい。ルナは一人じゃないよ。